皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回も電波人間の RPG フリーやっていきたいと思うんですけど、今回はですね、まあ新しくね、福引きが、変わったってことで、ちょっとね、福引きをね、やっていきたいと思います。まあ今回はね、前回にならないよう、3回とかだけじゃなく、まああらかじめもうジュエルショップでね、福引きを40枚さらに購入した上で、余った福引きもあるんで、結構できるかなと思います。それではやっていきましょう。現在55枚ありますね。で、今回新しく出たのが8分音符のびのび竹の子ホラガイ AP の種アンテナパワーダブルプラスのハートカカオです。はい、8分音符ってこれなんだろうな、わかんねえなわかんないんですけど、とりあえずねやっていきたいと思います。だけど何回できるんだろう。18回ですね。18回だよね。はい2回目。奇跡でしょ。いきなり1等出たんだけど。マジか。マジ、嘘でしょ。いきなり1等出ることあんの？やばくね？びっくりした。こんなこと初めてですよ。やばい。おお、4等。1等はやばいでしょ、いきなり。おお、4等また。うん、6等、6等。こんなもんでしょ、普通。1等いきなり出るってやばいな。6等ですね。6等。うん、5等。1等はすごいって、やっぱ。4等。うん、5等。5等。5等。なんか5等ばっか出ますね。6等。5等。めっちゃ出んな。5等またかよ。いらねえんだよな。そして、てか5等って99個あるでしょ。6等もいらないんだよな。もうなんか一等で運使い果たした的な、なんかそんな気がすんな。あー、終わっちゃった。はい、そしてですね、ちなみになんですけど、8分音符の効果が出ましたね。特技 1.3 倍、シールド無視。これ1個も持ってなかったんでね。どうだろう。使うかな。特技はまあ上がってシールド無視もあるけど、1.3。これどうですかね。まあ強い方はもしも見てましたら、電波人間強い方いましたら、なんかこの装備使えたらちょっとなんか教えてたりしてくれたら嬉しいです。はい。ということでね、まあ、今回はちょっと、まさかのね、1等奇跡的に出たっていうことで、1等すぐいきなり出たのがね、すごいなと思った方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。ってか感じですかね。はい。まあ、8番パーそのコメント来たらね、そのコメント次第で、ね、まあ、使うか使わないかでね、決めていきたいと思います。お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。おう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 。ほいほい。1,2,3,4,5,6,7,8。トゥリン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 。あれ、ワープしないで、なんだ？